始まりましたぶらり歴史歩き。今回は京都府南部の京田辺市にやってまいりました。この京田辺市なんですけど、はい、なんと今ちょっと話題になってる場所ってご存知です？話題になってるんですか？日曜日、うん、日曜日夜の8時から。夜の8時何見てます？イッテ Q。 そやな、面白いもんだ。ちゃうやんか、ちゃいますやんか。大河ドラマで今、うん、誰が取り扱われてます？それは知ってる、はい、どうする家康でしょ。そう、はい、その徳川家康とちょっと関係があるんじゃないのって言われてるのがこの京田辺なんです。あ、だから話題になってるんですか？そう、ちょっとこれ見てもらっていいですか？はいはい、これわ、ほら、本当や、徳川家康公伊賀越えゆかりの地、京田辺。伊賀越え、はい、聞いたことない。なさそうやな。伊賀越えしか知らんわ。じゃあここで甘木もうちょい言っていいよ。今日はその伊賀越えのゆかりっていうのを見られるってことですか？そう、それと、うん、あとめちゃめちゃ有名なある方のゆかりの地でもあるんです。ちょっとほんなら京田辺ってすごい街ですね。なかなかね、これ見どころがあるそんなところになるんで、はい、今日はこの京田辺市からお送りしたいと思います。この番組は東進ハイスクールの人気講師村瀬先生が古地図を片手に今と昔の街を見比べながらぶらり歩き。今回の舞台は京都府の南部に位置する京田辺市。徳川家康が後に自身最大の危機の一つとして振り返った伊賀越え、本拠地三河への道中を巡ったと言われる地へ。ほら、襲われたりもしてもおかしないもんね。もういろんな恐怖感と戦いながらですよね。そして日本有数の玉露の産地としても知られる京田辺市、茶師十段が語る玉露の魅力とは。玉露どうしましょう。あ、玉露大事なんですよ。そこはもうちょっと走らんといてほしいです。それではぶらり歴史歩きの始まり始まり。現在徳川家康公伊賀越えの道ゆかりの地として盛り上がりを見せる京田辺市。二人が向かったのは京田辺のシンボル神奈美山。家康一行が通ったと言われるルートは様々にありますが、その一つを観光ボランティアガイド協会の田原さんに案内してもらいます。そもそも、うん、伊賀越えっていうのが何なのかっていうところから、うん、天正10年に信長が本能寺で殺されあったでしょ、はい、亡くなった時に信長に命令で家康に堺で遊んでこい言われたらしいんですよ、うん、でその途中 で帰る時に、これも諸説あるんやけど、うん、信長が殺されたという情報が出てきたんですよ、うん、それとりあえず三河へ戻りましょう、うんうん、で三河へね、うん、向こうの家康の目戻ってから考えようというので、うん、そこから堺からずっと行って枚方市の祖延寺からこの神奈美山の横州を通って、多分地元のね、あの人が案内したと思うんやけど、うん、この向こうに、うん、滝下地とかあるんですよ、うん、で滝下地区を通って向こうの木津川沿いを行って草淵と書いて草地の渡しってあるんですよ、うん、そこへ行って向こうの木津川を渡ったんちゃうかと、うん、いっぱい説があるんだけどね。 そっか、でそれでこう三重の方伊賀の方に抜けていって、 そこから伊勢湾の方出て船で三河に戻るみたいな、うん、そんなルートですかね。信長と同盟関係でもあった家康にも光秀に撃たれる可能性や武者狩りなどの危険が伴う中、この危険な道のりを決死の覚悟で3日かけて逃走したと言われています。ここを通ったっていうのは分かるんですけど、うん、この場所は一体どこですか？あのね、ここ場所的にはね、枚方市なんですよ、はい、大きい声だたりから京田辺市、はいはい、あ、じゃあちょうど今僕らいるのは枚方市と京田辺市の境目ぐらいですか？地元の人がここは誰も見つからないんで逃げるんちゃうかと言って、うん、ここを連れて行ったんちゃうかと。ちなみに、うん、その家康が境に行ったっておっしゃいましたよね、うんうんうん、ただそれはもうあくまでも見物で行ってるわけですよね。ほらそんなに
別に家来を連れてるわけではないそうです数人です、うん、これも説があるんやけどここを通ったのは十数人中説と三十何人中説があるんですよ、うん、でもどっちにしても家康が移動するお月の人の数でいうと本当に少ない、ね、めちゃくちゃ少ない、あんな人数で家康たるものが何本のマックスでも三十数人でしょ、うんうん、でのいろんな本見ると十数人やって千代院の奥ぐらいって腹切ろうかという話もあったんですよ、うん、あもうまあ言うたら同盟結んでた追い腹を切って自分も一緒にと、うん、と思ったんやけどそれはやめとけと、うん、その十数人か三十数人の部下に言われて、うん、とりあえず三河に戻ろうって言って三河に行ったんですよその道いやだから家康からしたら、はい、なんとか自分の三河に戻りたい、うん、でも周り見たら家来の数も少ない、うん、狙われてる心配もある、うん、まあ言うたらもう生きた心地専用な感じで歩いてたかもしれない、ね、家来もねいつ裏切るか分からへん、うん、あそっか本当ですよね、うん、で穴山梅雪って後で言うけどね穴山梅雪もっと武田の家臣ですよ、うん、それがついたけど、ま、全然家康は信用してなかったらしい、うん前途多難な家康一行が続いて向かったのは、はい、ここがですね、はい、神成山の小山と目山の間で、はい、ここが滝木って書いてますよ。これ滝木って読むんですけど、はい、近道って書いてますね、うん、ここを家康が通ったと思いますね、うん、実際にこの道をこうやって通って行ったってことですよねじゃないかなと思いますよこれものすごい険しいですよねかなりええ道ですよ言うたら逃げていくわけですから、うんはい、ほんまに分からんようにこういうとこをこう通り抜けていくしかなかったんですか ね, ねかなり険しいですよ、うん、だからこれがね同じような道がずーっと下まで続きます、うんうん、うわじゃあこの道を通っていたと、でもどんな気持ちで家康をこう歩いたんやろね今同じことちょっと今本当思ってました、うん、見つかったらねえダメなわけじゃないですか、うんまたね30人ぐらいやとしたらそら襲われたりもしてもおかしないもんねもういろんな恐怖感と戦いながらですよね絶対あえて堺からの回路ではなく険しい陸路を選んだ家康一行ここが一番近道なんですよ、うん、だからそれも含めて早く行こうと、うん、それで家康さんは行ったんちゃうかなと想像しますやっぱり心理的には一刻も早く三河の土地に帰りたいと思いはあるでしょうねあとこれから降りてもまだまだですからねそうまだだってやっと京都に入っただけですもんね大阪からねこれからまだ京田辺市の中を通り川を渡らなあかんしそうもう必死だったでしょうねもう前に進むしかないというかだからね思うに誰かこの地元の人で道を知ってる人が案内したんちゃうか、うんうん、でもそれは家康からしたら初めての土地なわけですからそれは誰かガイド的な人間がいないとそこはいけないでしょうねだからほんまにここ行ってね行くんかなと、うん、誰も疑問に思いますわね、うん、だから地元の土着の侍の、うん、まあ人間が道を知ったと思うんですよ、うん、だからこれでここを通ったらいけるでと、うんって言ったんちゃうかなと思いますそっかここが私の思う中では最高の道です、ね、最高の道なんですね伊賀の伊賀越えっぽい道そっかもうボランティアガイド田原さんおすすめのそうですね伊賀越えに使われたのではと想像する道を体験し続いて神成山の展望台へお来た来たうわなんか見えてきたちゃんと本当に展望台があるんですね。本当だ。ちょっと登っちゃう。登りたいです。どうぞ。登った甲斐ありましたね、先生。はは言いながらね。よしそれはええね。なんか言うね。わー。おー。めっちゃ綺麗。すごいな。これはすごいわ。綺麗やわ。本当全部見渡せられるっていうのが。ギシャギシャ。ここをまっすぐ行ったら白いちっちゃい塔見える。見えました。あれは？アベノハルカス？嘘違う？ギシャギシャ。どんだけバラエティー慣れしてるの？違う。え、ほんと違いました？京都タワーですか？そらそうやろ。すいません。そうか。あれが京都市内ってことですね。そういうことですよね。そして。この伊賀越えで難所の一つとされていたのが、まあ、一応ここもそうなんですけど、はい、ここからまあ降りてずっと行って船で木津川を渡らないかも、はい、それが大変です、
それもいろいろ説があって、草地の私、うん、で井の岡の私、うん、山田の私、どれを通ったんかなと。あ、そっか、私言うてもこう木津川の私って何本かあるから、もっとありますよ。どれを通ってるかっていうのはまだちょっと分からない。船で渡ることが一番難しいのはなぜですか？危ないからですよ。どんな危険が多いの？だからもう裸ですやん、うん、はい、いっぱい乗りますでしょ、はい、安定性もないわけですよ。何十人と、まあ30人乗る、うん、何層で行ったかわからないんですけど、うん、これは1層で1人やったら楽やけど、うん、なんか1層に何十人乗りましたから、やっぱり危ないでしょうね。さまざまな私がある中、宇治田原方面へ向かったという伝承もあり、この草地の私が有力なんだそう。続いて向かったのは展望台近くにある神奈美神社。創建由緒は不明ですが、神武天皇が統制の際にこの地を通り、天神智義をここで祀ったという伝承も。この神社はどういった神社なんですか？あの神奈美って下の方は甘いって言ったでしょ、はい、ほんまは神が宿る町なんですよ、うん、だから京田辺市の市民の人がこれで毎回上がってきたり、うん、でなんと正月には、市長自ら上がってきて、うん、みんなで300人ぐらい上がってきて、それで皆様ここで歌を歌います。歌を歌うんですか？年の始めだ。一般の人々もそんなにさあ登壇するんじゃなくて、うん、ちょっと散歩のちょっとしんどいやつやなと、うん、で上がれます。でお年寄りもされた方も、まあ、ここ上がってきはる、うん、やっぱじゃあ地域に愛されて、そして地域を守っているという。そうですよね、神奈美山というので、まあ、名前がかっこいいでしょ、はい、そうですよね。3人は下山し、続いてやってきたのは穴山梅雪の墓。もともと武田家の武将であった梅雪が家康につき、一体この地でどのような最後を迎えたのでしょうか。伊賀越えの時に諸説あるんですけど、先導したとかいうことがあって、はい、まあ、この辺に来て道案内をしたとか、うん、そういう説もあるんですけど、はい、最終的にはこの辺で殺されたと、うん、だからその辺もいろいろ説があって、自分で死んだとか、うん、地元の人で落ち武者狩りってありますでしょ、うん、落ち武者狩りにやられて殺されたとか、うん、殺されたところもここという説が高く強いんですけど、川向こうという説もあるんですよ。京田辺じゃなくて上陽の方って話もあるんですか、うん、まあ、その墓があったのは地元の人がかわいそうやろと、うん、そういうことでここへ持ってきて葬ったというのが、うん、まあ、最終です。武田家を言うたら重要な家臣の一人やったわけですよ、うん、はい、それが、まあ、いわば徳川についたってなったら、うんうんうん、はい、徳川としてはもしかしたら心底信用はしてなかったのかもしれないですね、うんうん、だから徳川としたらやっぱり、うん、もっと武田やからいつ裏切るか分からへんということも思ってたかもしれない、うんうん、じゃあもし そのまま生きてたとしたら、うんうん、家康のその右腕じゃないですけど、本当にこう貴重なポジションにいたかもしれないですね。かもしれない。すごい徳川時代になったかもしれない。そうね、でもその方のね、うん、お墓が京田辺にあるっていうのもすごいな、うん、思いますし、うん、はい、また本当探さないと、うん、または聞いたことがなければ見つけられないようなところにあるっていうのもまた複雑な話ですよね。そして京田辺市観光協会では家康ゆかりの地として様々なイベントを開催。詳しくはホームページをご確認ください。さあ川岸さん、はい、ちょっと今日はね、うん、僕がちょっと川岸さんをお連れしたいとこがあるんですよ。何ですか？京田辺市ってめちゃめちゃ有名なある農産物があるんです、うん、それは何でしょう？ネギとかですか？あ、まあ、ネギも作ってあるね。そうですよね、うん、京田辺の近くにあるのが、うん、宇治市。宇治といえば、あ、宇治抹茶とかね。実は京田辺も、うん、お茶の大産地なんです。あ、そうなんですか？そうそうそう。実は京田辺は日本でも有数の玉露の産地。さらに近くにある井の岡の茶畑は日本遺産日本茶800年の歴史散歩の一つとして認定されています。そうしてやってきたのは
文政10年1827年創業の松玉園。お茶の栽培から販売まで行っている老舗なんです。小林さんはおよそ70年の歴史の中で18人のみに授与された茶師の最高段位10段、さらに宇治茶の茶師10段も併せ持つ日本でただ一人のすごい茶師なんです。ここ寄せてもらうやないですか、はい、ほらちょっと小林さんがお茶入れてこう試飲させてくれるんですよ、はい、もうね、小林さんがね、ほんまにごめんなさいね、はい、ほんま適当にパーって入れはるお茶が、はい、びっくりするぐらい美味しいのよ、ってそんな簡単に入れてるのにって、まあ、見えるってことですよね。そうで、どうやったらこんな美味しいお茶飲ませてもらうことできるんですか、家飲むことできるんですか、言うても、うんうん、メイン葉っぱやったらどんな入れ方しても美味しいっすわ、またもうそんなわけないじゃないですかって話じゃないけど、うん、パッとこう入れていただいたお茶がびっくりのお茶なんですよ。かっこいい。いやでもほんまなんですよ。京都鍋がその玉露が、はい、まあその有名ということなんですけど、はいはいはい、それはどういった経緯で。この京都鍋っていう場所はですね、どっちかいうたこう温暖でこう、まあ、平地な感じなんですけれども、大体こう皆さんこうお茶の産地っていうたらこう山あいにあるようなところが多くてですね、うん、でまあそこでこうこうだんだん畑になってて、うん、その寒暖差が激しいようなね、うん、いうような、まあ、場所を想像されると思うんですけれども、あの玉露作る時っていうのはやっぱりそういうとこってあんま向かないんですよ、うんうん、やっぱりこうあの温暖な気候、まあ、要はその気温っていうかね、全体的な温度がこう安定しているようなところ、うん、それであとはその土質、うんうん、お茶作る時に一番大事なんていうのはそこの土地が持ってるその土の質なんですよ、うん、でそれがやっぱりその京田辺いうとこは玉露の栽培にすごい適してたっていうようなことがあって、江戸の終わりぐらいから、まあ、明治にかけてはもうすでに栽培されてたんかなというふうに、玉露の栽培されてたんかなというふうに思っております、はい、ちなみにぎっしゃんは普通のお茶と玉露の違いは分かってんの。玉露はもう本当に玉露っていうだけでもう箔がつくというか、あもうこれは美味しいお茶なんだ、たまにあるじゃないですか。茶師十代やからな。あなたが今喋ってんのは茶師十代やからな。ど素人なんで、はいはい、大きな心で見ていただきたい。はいはい、わ、はいはい、かる、もうちょっとまあ苦味が深いなっていうイメージです。でちょっと箔がつくな玉露入りって。なるほど。玉露の方がやっぱりちょっとビターな苦味があると。うん、というイメージです。なるほど。はい、なるほど。小梅さん、ちょっと玉露飲ましたってもってよろしいですか。そうですね。ということで小林さん直々に玉露を入れていただくことに。普段は手でやるんですけど、はい、今日はちょっとよそいきですね。よそいきで。大体手で何グラムぐらいやなっていう。あ、なるほど。掴んだ感覚で。そう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 。へえ。でまあそのお茶入れるときにね、うん、あの玉露ってこういうふうにちょっとこういう状態で全部つけないんです。うん、まだ上の方なんて全然乾いてますもんね。そうですね。これでいいんです。でこうやってちびちびこう何ていうのかな、入れていくことによって1煎目も2煎目も3煎目も美味しく出せる。へえ、そこそこでお茶もええの入れてるんで、うん、玉露っていう名前の由来ってね、こうやってポタポタ落ちる、はい、玉のつゆのように落ちてくる部分、そこから出るんですね。そうで、この部分がまあ美味しいとされてる部分なんで、こうやってゆっくり絞ってあげて、うん、ちょんちょんちょんというような感じ。最後の一滴まで出されるんですよ ね。最後の一滴まで丁寧に入れられた玉露のお味は。では、はい、いただきます。お、え、全然違う。すいませんでした。お茶というより、うん、お出汁っていうんですかね、なんかこう味の深みが全然違うというか、なんかお出汁感があるんですけど、私こういう時って割と事前に味をこう想像して言う言葉考えてるんですけど、うん、もう全然全部当てはまりませんでした。あの渋みはどうやった。ないです。全くないですよ。ビターって何って、はい、ねえ、やっぱり濃い苦味があると玉露としてはなかなか失格ですよね。失格ですよね。失格のやつばっかり。
いみたいな。悔しいけど僕初めて小林さんに入れていただいたのいただいた時に、はい、お出汁やんって思いますよね。ねえ本当に。ここで川岸さんも玉露を入れてみることに。常識を持ったね、うん、あの量で生かしてもらいます、はいはい常識を持った量なんか、はい、いやでも小林さんこれぐらいやっぱり入れてらっしゃいました。そうですね。あもうその最後のチュッチュみたいなあの玉露どうしましょう。あ玉露大事なんですよ。そこはもうちょっと走らんといてほしいですね。一体いいとこ何言ってんのよ。果たしてその仕上がりは。濃いです、濃いですか。なんか化粧と同じでって言われてるじゃないみたいな。濃いですか。濃いですか。そんなにですか。さっきと全然違う。え本当ですか。自分でも、はい。言おうと思ったけどめちゃめちゃ濃いですねこれ。濃いですね。濃いというより煮詰まった感じです。煮詰まった、ね、人生と一緒ですか。今回のぶらり歴史歩きはここまで。二人が巡った地図はご覧の通り。家康最大の危機の一つと言われる伊賀越え。皆さんも京田辺を訪れ家康の気持ちを想像しながら歴史ロマンに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。次回はあの一休さんが晩年を過ごした寺をはじめ京田辺市の歴史的なスポットを深掘り。それではまたお楽しみに。